今回は腕時計における3大複雑機構の一つであるミニッツリピーターを再現していきます。ミニッツリピーターの機構については2年くらい前にも触れましたが、当時より 3D プリンターの精度も良くなっているので、よりコンパクトな動かしやすいモデルの作成を目指します。ミニッツリピーターについて簡単に説明すると、針が示す時刻を音の異なる2つの鐘を鳴らして知らせる機構です。今から200年以上前に発明された機構ですが、照明が十分でない時代に夜でも時間を知ることができる画期的な機構でした。現代においては実用性よりも技術的な価値や所有の目的で存在し続けているような機構です。それで今回の作品サイズは直径17センチです。片手で操作できるようレバーをスライドして動かす仕様にします。このデータを元に作っていきます。今回印刷した部品数は91でした。当チャンネルではおなじみですが、今回もリールホルダーのゼンマイを動力に使います。少しでもノイズを減らすように一部部品を TPU で作りました。ガバナーを組み立てます。このガバナーは遠心力が増すほどリングにアームが押し付けられてブレーキがかかるという仕組みです。ミニッツリピーターのメインギアを組み立てます。この赤い部品がアワーラックという時間の鐘を打つ部品になります。
メインギアとガバナーがつながりました。これでメインギアを巻き上げればゆっくりと動力が解放されます。金打ち部分を組み立てます。とりあえず動くかテストしてみます。アワーラックは無事にハンマーを動かせるようです。アワーラックによるハンマーの起動後も長いストロークがありますが、これは15分の鐘と1分の鐘を鳴らす時間になります。鐘には今回も自転車のベルを使います。白い L 字の部品は、リピーターが起動しないときにパレットをラックから遠ざける部品です。巻き上げラックを組み立てます。これはアワースネイルとスターホイールです。アワースネイルは時間の情報を持つ部品で、スターホイールは角度を補正する部品です。ミニッツリピーターの時間の鐘の数は、アワースネイルに接触するまで巻き上げラックが動くことで決まります。これはミニッツリピーターの中でもなかなかいい仕事をする部品、オールオアナッシングです。
オールオアナッシングは他の部品と連動して仕事をするので、とりあえずは伏線として進めます。ミニッツスネイルとクォータースネイルです。この2つは同軸で一緒に回りますが、本来は常に回転している部品なので、デッドロックを防ぐために2部品で構成されます。ミニッツスネイルが手裏剣状になっているのは、15分ごとに鐘の数が繰り返されるためです。クォーターについて説明するのを忘れていましたが、ミニッツリピーターは時間の鐘、15分の鐘、分の鐘を順番に打つことで時間を表します。それでこのクォーターラックは15分の鐘を鳴らす役割をする部品です。搭載している鐘は2つだけなので、15分の鐘は2つの鐘のコンビネーションで表します。こっちの青いのがミニッツラックで、1分の鐘を鳴らす部品です。この2つの部品は常にテンションのかかった状態でセットされているので、バネが必要になります。ですが、3D プリンター製のバネは常にテンションのかかった状態にされるのがとても苦手です。となると、またリールホルダーからゼンマイを拝借する必要があります。ゼンマイ一つで2つの部品にテンションをかけるので、作動機構を使います。クォーターラックの動作も問題なさそうです。主要の機構はできたので、残りの部品を組んでいきます。ゼンマイ部分のブレがすごいので修正します。修正しました。これで完成です。
一連の動作についての補足説明です。クォーターラックとミニッツラックはそれぞれのスネイルから時間の情報を取得します。時間の情報というのはここではどのくらい沈むかの角度のことです。オールオアナッシングの機能は時間の情報を取得した瞬間にクォーターラックのロックを解除することです。つまり中途半端なレバーのスライドで誤った数の鐘を打つことを防ぎます。アームがワースネイルと接触すると L 字型の部品がオールオアナッシングを押しクォーターラックのロックが解除されます。今の音でわかるように15分の鐘の回数は後ろ側から増えていくので鐘の数が1回や2回ではじと15分の間に無音が入ります。ですが1分の鐘は前側から数が増えていきます。これはミニッツラックはクォーターラックから力を受けて動作するためです。クォーターラックについているラチェット部品がミニッツラックを押し出します。このラチェット部品が作用するのはクォーターラックが3つ分の鐘を鳴らし終えたタイミングです。1分の鐘が少なければその後の初期位置に戻るまでが無音になります。今回の動画は以上になります。ありがとうございました。